公共曲第6番位蝶々和部106はアントン・ブルックナーが作曲した公共曲の一つ。1879年9月から1881年9月にかけて作曲された。当楽曲はブルックナーの公共曲の特徴の一つとなっている。全球詞がなく、各楽章ともに連続した流れが意識されているようである。作曲者自身、この曲を 大胆なスタイルで書いたと主張している。ブルックのー中期の傑作と言えるが、力強く構築的な第5番、親しみやすい人気曲の第7番に挟まれたためか、演奏機会は比較的少ない。当楽曲の初演については、まず1883年2月に第2.3両楽章のみ行われているが、全曲同士の初演は、 ブルックナーの死後5年経過した1901年3月に行われている。公共曲第6番の作曲は1879年の8から9月頃に開始され、2年後の1881年9月に完了した。この間の1880年、ブルックナーは夏季休暇に鉄道でスイス旅行に出かけ、モンブラン山脈の眺めを楽しんだ。この作曲家ならではの 大自然を愛好する気持ちが公共曲の中でのびのびと表現されている。ベートーベンの公共曲第6番、田園とよく似た趣きがあり、この曲はブルックナーの田園公共曲と呼ばれることもある。しかし、リズム動機が全曲を貫くところや、田園公共曲にない激性や輝かしさは、ベートーベンの公共曲第3番、英雄、第7番にも似ており、 どちらの特色を出すかは指揮者次第であるとも言えよう。曲を書き終えてから約1年5ヶ月経過した1883年2月11日、ウィーン楽友協会ホールにおいて、ビルヘルムヤン式ウィーンフィルハーモニー管弦楽団により第2.3両楽章のみではあったが、当楽曲が初演された。この初演自体は成功だったものの、ブルックナーの宿敵である音楽評論家、 エデュアルト・ハンスリックからは冷遇され、その影響からか、以後、この作品は注目されなくなり、改定の手が加えられることはなくなっていたという。部分書演から13年後の1896年、作曲者ブルックナーが他界してしまう。そのさらに3年経った1899年2月26日、部分書演時と同じウィーン楽友協会ホールにおいて、今度は、 生前のブルックナーと交流を持ち続けていたグスタフ・マーラーがウィーン・フィルを指揮して初めて当楽曲の全曲が演奏された。ただし、長すぎるため聴衆の理解が難しいという理由から大幅カットとオーケストレーション変更を施した上での全曲初演だった。完全な形での全曲初演はマーラー式による全曲演奏から さらに2年余り経過した1901年3月14日、シュトットガルド宮廷劇場において、カール・ポーリヒが指揮するシュトットガルド宮廷楽団により、実現した。この時点で、ブルックナーが他界してから5年経っていた。日本国内においては、1955年3月15日、日比谷公会堂において、ニクラウス・エッシュバッハーが指揮する NHK 公共楽団により所演された。 当楽曲の演奏に必要な還元楽編成を以下にて示す。なお、演奏時間は55分程度となっている。胃腸調に2拍子3つの主題を持つ、そなた形式。バイオリンの普天リズムに乗って、定弦が第一主題を提示する。ブルックナー特有の三連符を伴っている。第二主題は、ホノグラフ、ニューナ旋律で、第一バイオリンによって提示される。 第3主題はユニゾンで荒々しく出る。展開部では第1主題と第2主題が同時に展開され、ワーグナー的な火星で展開を続ける。やがて金刊が第1主題を再現するが、それは主張である異長長ではなく、変補長調で現れる。その後、改めて本来の異長長で再現されるのだが、これらはブルックナーの特徴である展開部と再現部の 融合である。コーダは冒頭のリズム動機と第一主題によって力強く集結する。ドイツ語で極めて早朝にと指示されている。ヘ長調、ウ三つの主題を持つ、そなた形式。ブルックナーの感情楽章としても最も美しいものの、一つ。第一主題は応募によるエレジー。第二主題は弦楽による慰め。第三主題は、早々更新曲風で。 鎮痛な表情が印象深い。ドイツ語で、早く泣くと指示されている。異端調、複合三部形式。主部は幻想的で変化に富んでいる。中間部は、波長長、弦のピチカートに続いて、ホルンが、牧歌的な主題を、再奏し、木管が、第五公共局の第一学章第一主題を、引用する。ドイツ語で、動きをもって。 しかし早すぎないようにと指示されている。異端長、異長長三つの主題を持つ、そなた形式。弦による不安げな戦慄の断片に導かれて、ホルンが力強い第一主題を出す。第二主題は弦による、侮曲風なもの。金冠が瞬間的にリヒャルトアーグナーの楽劇、トリスタンとイゾルデの愛の死の動機を示す。第三主題は弦による、 推進的な動機が繰り返される。一応長に転じたコーダでは、第一楽章第一主題がトロンボーンによって回帰し、力強く終わる。第五番と同様、ブルックナーの公共曲としては、例外的に改定されていないため、共に原点版であるハース版、ノバーク版については、両者間での違いは、ほとんどない。初版は、 ブルックナーのデシシジル・ヒュナイスらのシャフに基づき1899年にルートビヒドブリンガーによって出版されている。初版と原点版との違いは、主としてダイナミクスに関するもので、オーケストレーションの変更はない。初版の特徴は、クレッシェンドやディミニュエンドを付け加え、瞬間的あるいは急激な音量変化をなだらかにしている。一方、 パートフは作曲者の自筆にほぼ忠実であったため、パートフとスコアの間で矛盾があった。ノバークは、このスコアのダイナミクスの改変について、同年に発表されたシャルクによる4手ピアノのための、編曲時の改変が紛れ込んだと推測している。ありがとうございます。